こんにちは、高橋優です。このパジャマでこの感じで撮影する率が高い気がする。オープニングだけどもう寝る前っていう私がよく出てきますが、今回はですね、息子2人を連れてワンオペで新幹線に乗って地元滋賀県のお仕事に行ってきた様子をお届けします。1泊2日で行ったので、1日目は母と父が待つ実家に行ったので、そこで過ごしている様子と、2日目はお仕事の様子で、帰りの新幹線の様子まで撮っているので、皆さんぜひ一緒に最後まで見ていてください。行きの新幹線はほんまにチーンやった。全然臨時が寝なくて、品川駅に着く5分前に寝て、おやっしゃー来た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 と思って、これはもう新幹線でも寝ると思ったら、新幹線のホームに着いて新幹線が到着した瞬間に起きまして、そっから臨時くん元気100倍で大変でした。臨時が1歳になって、もう寝てるか起きてるか物食べてるかって感じなので、本当物食べてれば割と静かなんですけど、結構動きたい欲が強くてなかなか痺れました。前世はとってももう旅慣れしてるなっていう感じで楽ちんだったんですが、皆さんぜひ最後まで見ていってください。それではどうぞ。ゆーちゃんねーめっちゃ元気、もうずっとはしゃいでる、ずっと走ってたね2人で。お家に帰ってきました。疲れた。なんで疲れたか、はい、説明しようか、リンジュ。なあ、お父さん。リンジュが品川駅に着く5分前に寝てん、車でな。よっしゃと思って、新幹線。寝るわと思って、ラッキーと思って、ホームで乗る新幹線来た瞬間に起きてん。ほんで、京都駅に着く15分前まで、ずっと起きててんか、リンジュが。しかもなんかもう歩きたいみたいな感じで、結構ずっとグズグズしてて、ご機嫌よかったらよかったけど、もうずっとあーって感じで疲れました。ほんで、まあ、着いてお母さんと待ち合わせして、ちょっと一服したいなと思ってカフェ入ったらもうめっちゃ元気みたいな。ほんで、いや、じゃあよしよし家帰ろうかって車乗る前に寝た。ほんで今元気って感じで、ちょっと疲れました。でももうこっからはもうお母さんとお父さんがいるので甘えます。じゃじゃん、ユニタン、パンマン、パンマン、ということで、明日私は滋賀県大津市地元の還暦される方のお祝いのイベントに出席させていただくので、今日実家で寝て、明日子供たちをお母さんとお父さんに任せた状態で滋賀に行って、滋賀で合流します。二人ともよろしくお願いします。ごちそうさま、ま、ごちそうさまいたぞ。オッケー、全部あんまや仕方ね。そしてそれももらったん、面白いな、エビや、スネークや、すごいおもちゃ、すごいおもちゃの量。実家に送ってくれたお米、そして私が買った食材で食べます。ありがとう。ケーキ開けていい、私が。どうぞ、どうぞ、ゆーちゃんどうぞ。うわちょっとだけ早いけど、じゃあちょっと刺しますろうそくセリフでしてあげますわよ。うまいね、うまい、どういう順番があるの。ゆーちゃんこんなこと何歳だと思う。26? それは嘘やん。26? 当年とって24やん。当年とって24やん。ちゃうちゃうちゃう。え?もうちょっと若い。23? 当年とってね。今度やで。今度。まだゾロ目か、まだ。ゾロ目。1、2、3! Happy birthday to you! Happy birthday!ハッピーバースデーテイユー。はい、パチパチ。おー、イエーイ。
うマミ。ありがとう。ありがとうございます。ね、ありがとう。食べよう。はい、おめでとうして。はいはい、おめでとうってして。はい、キュー。ありがとう、先生。これ顔見たら、うざかったな。うざかった。ゆいちゃんねる。おはようございます。今は滋賀県の地元大津市に来てます。りさちゃんと来てます。来てます。マネージャーのあやのちゃんと来てます。子供たちはお母さんにお願いして出てきます。私はこれから大津市で還暦を迎えられた方への還暦式というのが今回あって、それにちょっと後輩としてお祝いの言葉を伝えに来させてもらってます。お母さんはこれには来ずに後で祝賀会にだけ来るっていうことで、私のには興味がないということで後から来ます。久しぶりにちゃんとメイクでした。本当にありがとうございます。ブルーいいですね。かわいい。パキッとするね。パキッとしますね。式典が終わりました。寒外。今写真撮ってたらめっちゃ寒かった。ほんまに緊張したんですけど、皆様、還暦おめでとうございます。60歳はまだまだ若いですから。では着替えます。衣装可愛かったです。ででで、はい、メイクも可愛かったです。こんな感じでした。髪の毛も可愛かったです。では母に戻ります。飛行機ボートも。そうだよ。本当なの。飛んじゃうねボート。飛んじゃうボート飛んじゃうね。先生、ゆうちゃんここで生まれたんだよ。そうだよ。ここで生まれたんだよ。無事に着きました。おはようございます。頑張ったね二人とも。ゆうちゃんねる。ただいま。ただいま。お家帰ってきました。もう前線よく出てたね新幹線で。臨時も寝てて、本当に品川駅に着く直前、あのアナウンスとともに2人とも来てくれてめちゃくちゃ快適 でちょうどヒロ君とも待ち合わせして焼肉に行って帰ってきました。やっぱ家帰ってくるとホッとするわ。もうヒロ君がなんとお風呂を沸かしてくれましたので、おじさんにもらったオーガニックのハーブティーまた飲みましょうか。じゃあということで、まあ多分早めに寝ます。今回は子供2人と一緒に実家に行く様子で、実家での様子と帰ってくるまでの感じ、ちょっとなかなかやっぱりバタバタしてて撮れないかったんですけど、こんな日常もまあ今年はいいんじゃないかなということでお届けしていきたいと思います。ということで、今回の動画良かったよと思ってくださった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。そしてブログとインスタグラムと X、 そしてスレッズもたまに更新しておりますので、そちらの方も概要欄から遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。